そのキャッチを誇る男性ボーカル木村正志でデーバイデーです。最初にステージに立ったのがこの姫路ジャズフェスティバルということで、非常に思い出深いステージでございます。今日はね、僕のあの盟友でもあります、著名な関西のプロパーカッショニストですね、手伝いに来てくれました。ちいちょにしのです。ちいちょにしの僕の友達の発表ね、出てくるのは僕は知らなかったという、そういう逸話もございますが、今日はこのちいちょ西野をフューチャーいたしまして、次の曲、ちょっとパーカッションで、初めにやってみたいと思います。その後、パッションフラワーですね。皆さん、情熱の花。